そしていよいよアメリカのトム・チャニアックの出場です。トム・チャニアック2種目終わって総合成績第1位。スピードがありますね。165センチで 58.5キロ、年が16歳。トリプルチャーリー、ダブルチャーリー、3回転ジャンプ、2回転ジャンプを次々に決めます。スピードの乗ったいいジャンプですね。最近はスピード感ということが非常に求められていますね。そうですね。ダブルルーツ、ダブルアクセルですね。非常にジャンプが安定してますね。はい、スピンの位置も変わりませんね。そうですね。金髪の美少年です、トム・チャーニアック。ちょっとバランスを崩しました。トリプルループジャンプだったんですが、トリプルアクセルですね。今のは3回転半ジャンプだったんですけれども、はい、惜しかったですね。3分57秒で演技が終わりましたが、途中で4回転倒がありました。トリプルアクセルの場面で転倒がありました。トム・チャーニアックの昨日までの堅実な演技から考えればですね、はい、この4回の転倒はちょっと考えられないようなミスでしたね。そうですね。後半に入ってが非常に何か体が硬いような感じが見えましたけれども、やはりちょっと優勝争いのプレッシャーっていうのを感じてたんじゃないでしょうか。さて、そのチャーニアックの演技を振り返ってみましょう。これがトリプルループジャンプですね。1回、2回、3回、はい、3回回ってますね。回転はしてるんですが、ちょっとバランス崩してますね。やはり最初のミスでちょっと気持ちの中にも動揺が起きましたか、トム・チャーニアック。押さなきゃゲームは開始か。
はり厳しい表情です。規定が1位で昨日のショートプログラムが3位、総合順位昨日まで1位でしたから、まあ、優勝に一番近いところにいるチャーニャックです。1回、はい、2回、3回半ちょっと回転が足りないですけれども、練習の時にはこれ降りてましたね。はい、やはり4つ転倒がありましたので、テクニカルメリットとしてはかなり減点されそうですか。そうですね、ただ全てのそのミスがですね、はい、難しいことに挑戦してのミスですから、その辺の評価はちょっと点が出てみないとわからないと思います。はい、アメリカはこのところ世界ジュニア選手権で3年連続アメリカ勢が優勝を飾っています。やはり4点台が3人います。西ドイツの審判、それからソビエト、カナダの審判が4点台。やはりちょっと響きましたね。響きましたね。はい、これがいわゆる芸術点です。アーティスティックインプレッション。5番のソビエトの審判は 4.9、 思ったように得点が出ません。トム・チャーニャック、これで先ほどのマーク・ハーロンドがテクニカルメリット、それからアーティスティックインプレッションともに平均点で 5.3 を出していますので、まあ、この時点でマーク・ハーロンドがトップに立ちました。